で、えー、休憩明け、えー、武田選手とシェイドライフ選手の試合やったんですけど、まあ、予想通りっちゃ予想通りだったんですけどシェイドライフ選手が結構振ってくるんですよね、やっぱ右ストレートがンがン振ってくるんですけどここまでは僕予想通りでしたがちょっと予想外だったのがあんまり組んんででこなかったんですよ、ね、僕が見た試合はもうガンガン振ってそのまんま組んでぶん投げてドーンっていう。 戦い方をしてたんですけどこう組合になりそうな場面も自分からこう押して離れたりとかしてあ思ってた戦い方じゃないなと思ってもしかすると映像とかを見て武田選手とレスリング勝負はちょっと避けたいと思って打撃で来るのかなと思って見てたんですよ。武,武田選手の戦い方を見てても あの打撃にまあビビるかどうかここが僕一つ武田選手ポイントだろうなと思って見てたんですけどそこは結構しっかり下がらずにある程度やり合ってたんでそんなにこう打撃で腰が引けてどんどんどん下がっちゃうっていう展開にはなってなかったんでおうまくそこは対応できてるなと思っていたらタックルっていう。 まあ見事な老快なテクニックだなと思いましたね。あの打撃戦と思わせてておいてのタックルでこっからがまあ驚かされたんですけどあの武田浩二をリフトしたっていうまあもちろん打撃戦と思わせてタックルへの意識がなくなってたところにドンピシャリのタイミングのタックルだったっていうのはあるにせよ抱え上げて テイクダウンっていうのは、これはなかなかの、うん、レスリングをずっとやってきた武田選手からすればちょっと屈辱的なテイクダウンだったんじゃないかなと思いました。うん、でそこからまあトップキープしながら、えー、パスガード狙ってスクランブルになったところで武田選手こう後ろ向いたところからのロールエスケープみたいなのを狙って。 んですよね、あのラバダノフ選手の時もそれやってうまく逃げてトップ取り返したりとかしてたんですけどそれにきっちりついていってバック取り切ってバックチョークっていう、うん、<laughs> まあ僕は戦前の予想でもともとバンタムとか63でやってた選手でフェザーに上げるっていうのはフィジカル的にも。 まあ技術的な部分も武田選手相手にレスリングで圧倒はできないんじゃないかと多少苦戦するんじゃないかとでそれによって初めてのレスリングの苦戦でまあ23歳の失敗を知らない若者は動揺するんではないかなっていう戦前の予想をしていたんですよねで,でまあそこで接戦になれば負けを知ってる負けを知ってる強さがある武田選手が上回るという。 ようなことを言いましたただしシェイドライフ選手がもうものが違うレベルが違うものであれば全くそんな負けの経験なんていうのは役に立たないっていうようなことを言ったんですけどまあ後者でしたね <laughs> ちょっとものが違いましたね武田選手にあの勝ち方ってな、うんちょっと うん、言葉がないというかうん武田浩二という選手にレスリングで圧倒してスクランブルの展開からバック取り切ってバック直しかも1ラウンドで体力を消耗してとかじゃなくてっていうのを初来日でまあ日本という国の環境にもまだ慣れてないであろう。 試合で23歳でやれちゃう選手って世界にどんだけいるんだろうっていう変なこの内容で武田選手に勝てる選手って UFC でもそんなに多くないと思うんですよ。もちろん上位ランカーとかになったらいるかもしれないけどそんな,なんか10人も20人もいないと思うんですよ。 ちょっともう本当にレベルが違ったんで <laughs>、うん、まあ、結構僕はショッキングでしたね。<laughs> うんまあ、ちょっとこれ誰が勝てるんだろうっていう、この日本人がとかじゃなくて、まあ、今すごく あのライジンフェザー級ってとんでもない外国人が増えてきているさっきのダウトベック選手もそうですし、えー、ノジモフ選手とかもそうなんですけどちょっともしかするととんでもない選手を呼んでしまったんじゃないかってまだこの試合だけだと何とも言えないですけれどちょ,ちょっと僕は結構 <laughs>。 みんなやられちゃうんじゃないかなっていう、うん、気がしました。ケラモフ選手とかでも武田選手にあの勝ち方できないんじゃないかなと思うんですけどどうなんだろう、うん、っていう、まあ、とにかく衝撃的でしたね。 えー、次が、まあ、上田選手とコバルチェック選手の試合で、えー、コバルチェック選手砲丸、まあ、投げの選手っていうような振れ込みにはなってるんですけどアマで20戦以上やってる選手なんで、まあ、もう全然 MMA 普通にできる選手ですねで過去の映像で見ると、まあ、右ストレートがすごい伸びてくるという。 のがまあ特徴で寝技もまある程度できるだろうとは思ってましたあのアブダビコンバットのヨーロッパ大会とかも出てるんで多分できるんだろうなとは思ってたんですが予想以上に寝技できましたね、うん、まずでタックルすぐにあ打撃つきやすいタックルいったなと思ってうんまあただ、うんまあ、正直ちょっと上田選手のグラウンド技術がちょっと とっていうところがありましたあのバック向けてバック向いてるときにとにかく腕をずっと掴んでたんですよね、まあ。殴られたくないっていうことだったんだと思うんですけどあれだとちょっと、まあ、逃げられないしで結果的に、まあ、素蹴部にフックされてまあもう素蹴部にしっかり迷わず足を入れに行けるっていう時点でコバルチェック選手に寝技自信あるなと思って見てたんですけどそっからバック調布じゃなくて腕十字に行ったんで。 バックから腕十字はやっぱり普段から寝技相当やってる選手じゃないとできないんですよ。でヘビー級の選手ってあんまり寝技できない選手多いんですよね。まあ正直倒して抑え込んでどんどんどんで勝てちゃうんでもうコツコツあのいわゆるコツコツパウンドみたいなもう腕そのものが重いですからコツコツじゃないともうゴツゴツになるわけですよ。でそれで勝てちゃうから寝技の技術はまあそこそこであとはもうフィジカルでガンガンガンみたいな選手が多い中 しっかりうん。した技術を持ってましたね、うん、っていうのもあるんですけどにしてもちょっとやっぱり上田選手のバックでのディフェンスの仕方とかは、うん、ちょっとっていう思いましたね。コバルチェック選手が寝技ができたのはあるんですけどうんまあ上田選手のディフェンスもちょっと、うん、って感じ。 でそんな上田選手が今現在の日本人ヘビー級の事実上のトップっていう、うんまあ、これもまあなかなか、うん、ショッキングというか、まあ、厳しい現実だなというとこですね。で、えー、次がクレーベル選手とアーチレッタ選手の試合ですね。で、えー まあ、戦前のお予想的には僕はクローズドガードに入っちゃうとアーチュレット選手が抑え込んじゃうだろうなっていうでレスリング勝負はちょっと分が悪いクレベル選手は分が悪いだから打撃でどれだけ削れるかが勝負だろうっていう予想してたんですけれどまあ予想がいいでしたねうん、まあ、まずクレベル選手がやっぱりアーチュレッド選手の足を止めよう かなりこうステップを使うんでアチレッタですねでもう開始早々にやっぱり何回もスイッチスイッチしててあれはやりにくいだろうなと思ったんですけどやっぱりカーフでしっかり足潰しに行っててでそこはまあある程度予想通りだったんですけどその足の蹴りにあまあニータップみたいな感じだったかな合わせてテイクダウンしに行ったんですよねアチレッタ選手がでこれに関してはうーんまあ結果論的には 良くなかったって言われちゃうのかもしれないですけどまあおそらくアーチュレット選手は寝技でクレベル選手を制圧できるっていう自信があったんだと思いますでまあ結果論ですけどもうちょっと打撃やって打撃でしんどい展開になるんだったら寝技でも良かったのかなっていうことにはなるでしょうね、まあ、結果論ですけれど。 でえー、あそってそのテイクダウンした後がすごい複雑なんですけどこうクレベル選手が後ろ向きでクローズドガードを組むみたいな、まあるとドンキーガードって言ったりするんですけどドンキーガードのような形から足を抜いて自分から解除してえっ、ー、と5050 50になったんだっけなでとにかく足そこから足関節にいったんですけど回転しながら 空中ででヒールフック決めるよようなな感じになったんですよ、ね、アーチュレッタ選手がこう振り向いて足抜きながら振り向こうとしたところの回転に合わせてヒールフックで決めたんでちょっと衝撃的でしたね、うん、でこれなかなかこれ伝わらないかもしれないですけどまずクレベル選手に足関節という武器があったんだってことがびっくりしました。 あの柔術家なんだからクレベルは散々もういっぱい決めてきたんだから足関節ぐらいできるだろうって思う方もいるかもしれないですけどクレベル選手って過去に足関節決めて勝ったことは確かないんですよ。っていうこととあとあのヒールフックっていうあのかかとを持って膝をひねるあの技っていうのは柔術だと反則になる技ななんですよなので柔術家はヒールフック得意だろっていうのはまず これちょっと違うっていうところは一つ押さえておいていただきたい。で最近の柔術家、えー、とイゴール・田辺選手とか、まあ、トミヤの選手とか結構使うんですけどまあこれもまあちょっといろいろあって最近のグラップリングとかの世界あとまあ柔術もそうなんですけどは結構足関節の攻防が増えてるんですよね。でクレベル選選手手とかサトシ選手が柔術の 大会に出まくってた頃はまだそこまでこう足関節とかの攻防が広まる前今ほどいいい当時も広まってたのかもしれないですけど今ほど広がる前だったんですよねで少なくともクレベル選手が今までライジンで見せてきた戦い方っていうのは割とクラシックな技が多かったわけですよね三角締めだったり、まあ、バックチョックだったりとかなんか。 最近の柔術グラップリングのシーンで使われているような最新型の技術というよりは昔からある技をものすごい精度と速さでやるっていう選手うまあ佐藤選手も割とそうですけどだった中でまあああいう、まあ、モダン柔術っていう言い方になるのかなもう最近の技って言っていいんですかねああいうことができるっていうのは。 ちょっともう全く予想してなかったですよ。これ、どう、どう言えばいいんだろうな。うーん。まあ、梅野源氏選手が MMA やったとして、打撃で KO するのは当たり前だろうって思う方いると思うんですよ。仮に梅野選手が、えー、MMA やったとそれが肘とか膝とかじゃなくて、タックルフェイントからの豪快なオーバーハンドだったみたいな。 もんかな <laughs> うん、ちょっと伝わるかなこ,れ <laughs> この例えわかんないですけどそれぐらいちょっと、うん、足関節で決めるっていうのは全く想定外でしたね僕は。あそっちもできるようになっちゃったんだっていう。でちょっとあれは何回も見直してみないとちょっと何が行われているのか、うん、ちょっと僕も正確にまだ把握できてないんでもう一回見直して まますす。が、相当高度なこととやったと思いますだからアーチュレッタ選手としてはま完全想定外だったと思うんですよね足関節くるっていうのにはうんでこれがこうできてしまったことでクレベル小池対策がめちゃくちゃ難しくなった、まあ、前回の斎藤戦から少しスタイルを変えてきたところはあるんですけど そのクレベル選手のテイクダウン能力ってそこまで高くない,い,いところがあってテイクダウン行って相手が切ってきたらまあ引き込むとかでもいいっていうところがあってタックルでこう粘り切らないところがあるんですけどあの足関節があるってことになってくると足を触らせちゃいけないっていう両足タックルだと思ったところでもう足を触られたらもうタックルが切れてもそのまま足関節決められちゃうっていう風になるとは その距離に入れない。だから、ミクる選手なんか、この話よくするんですけど、ミクル選手は、タックル結構受けるんですよ。で、倒れるんですよ。朝倉ミ来ル選手は、実は、うん。みんな倒れない、倒れないって言うんですけど、うん、過去の試合見直したら分からない。ほとんど倒れるんですよ。倒れるんだけど、そこからのリカバリーがめちゃくちゃ早いんですよね。1秒とか2秒ですぐ立っちゃって。だから、タックルにビビらないんですよ。タックルされて足触られても別にいいよって、ずん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 前に出て打撃。で、しかもタックルにビビらないから、 あの思い切って振り抜いた打撃が打てるっていうのが三ロ選手の強みなわけなんですけど仮にですけど三ロ選手と栗林選手がやるってなった時にタックル来てもいいよ俺の腰は重いから倒れない仮に倒れてもすぐ立ってやるよって言ってても足触られて足関節作られたらもう決まっちゃうってなるとそうすると自分からガン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 前に出るスタイルだったり。 あとはその思いいいいっっききりののいい打撃っていうのがでななくなるこれ今例えでミクル選手って出してますけどこれ誰が相手誰がやることになっても同じことだと思います。クレベルに足を触らられたらやべえんだっていうのがものすごくこれで伝わったと思いますしそうすると今度クレベル選手の打撃の方が優位になって打撃に意識持ってかれたところでタックルでテイクダウンされちゃうみたいな。 こ,とになるんでこの足関節が使えるグラップラっていうのはちょっと厄介なんですよね。で足関節にばっかりこう固執する選手だとまあそれはそれでまあちょっと今成さんのようなねちょっと特殊なスタイルになりますけどクレベル選手は多分足関節を狙ったふりしてバックとかも多分取りいけると思うしちょっと相当やっ にななったなあっていう感じです、ね、でしかもあれをその空中でも決めてるっていうロールしながらっていううんちょっと圧巻圧巻でしたもう相当想定外、うん、でこの試合の勝者が、まあ、次期挑戦者あだとでそれに対して榊、まあ、原さんが、まあ、試合前に えー、朝倉未来対平本蓮の勝者も候補に入るってことを言ってでそれに対してまあクレベル選手とアーチュレッタ選手がまあちょっと、うん、納得いかないみたいなことを言ってたんですよね。で僕はまあこの感想動画を撮る前撮るあ感想動画撮る前じゃないか、えー、と試合を見る前ですねアーチュレッタ選手とクレベル選手の試合を見る前に絶対この話に触れなきゃいけなくなるなと思ってたんですよ。その勝者が この試合の勝者が挑戦者なのか、朝倉三久竜対平本蓮の勝者が挑戦者なのかっていうことに関して、まあ、触れなきゃいけないなと思っていて、試合を見る前の僕が喋ろうと思っていた内容としては、えー、まあ、三久竜平本の勝者でいいんじゃないっていうのは正直ありました、うん。っていうのは、まあ、あの、そこ、 タイトルに繋がってないんだっから僕は散々言ってますうもう現時点では中堅対決になっちゃう平本連対桜倉未来中堅対決になっちゃうんだけどこれが次期挑戦者決定戦っていうふうにするんであればタイトルベルトっていうものに繋がるっていうで今のこのベルトっていうものに繋がらない試合だと朝倉未来対平本蓮っていう試合はもう全く関係ないところって ででやってる試合ななわけじゃないですかもうサブストーリーリみたいなももんですよねもうメインストーリーはこっちですみたいなでもサブストーリーの方が人気あるみたいな感じになっちゃうからそれはもう歪んじゃうから僕はもういいんじゃないかなと思ってたんですよもう、うん、勝った方がタイトルってでクレベル選手とかアージュレッタ選手が納得いないのは分かるけどまあそれで、まあ、どっちが勝つにしろその三ロ選手か平本選手か分かんないけど。 の勝った方が鈴木千尋選手とやってでこれもどっち勝つか分かりませんけどその後、ちょっとだけ待ちなさいと、うん、ちょっとだけ待ってればその勝者とやれるんだからまあクレベレ選手、まあ、今回クレベレ選手も勝ったんでクレベレ選手からすればまあ,あちょっと待てば自分のところに、えー、ベルト持ったどっちか誰か来てくれるよっていうのはあると。ただ まあクレベル選手側からするとそれ待ってたら自分の試合が組めないんじゃないですかでファイターっていうのは試合しないとお金もらえませんから <laughs> まあクレベル選手の気持ちも分かるまあ仮にですけどミクル選手と平本選手の試合が、まあ、7月にあってでもし9月とか10月ぐらいに、えー、まあ鈴木千尋とその勝った方の試合があってで大晦日に やっっとクレベル選手に順番は回ってくるかかどうか、まあ、もしそこで怪我とかあったらまた来年とかになっちゃうでもしまた来年来年の年明けぐらいにクレベル対その誰かチャンピオンとってなったらクレベル選手は2024年は1試合しか年間1試合しかやってないもう金稼げねえと、うん、じゃあ誰かと試合組んでくれって言ってそのタイミングでクレベル選手に誰ぶつけるのっていう話になって万が一そこで負けちゃって。 ったりとかするとまた挑戦者あじゃなくなるねとかっていう話になるし、まあクレベル選手からすると納得いかない気持ちはわかるけど、まあ来人といううんイベントを考えるとまあしょうがないかなって思ってたんです。だけどまああの勝ち方見ちゃってでその直後ですよあのクレベル選手の鈴木千尋選手への煽り。 いつやるのあなたいつやるのって言ってそれに対して鈴木選手がもうあの放送席か乗り上げてってもうロープ越しにものすごい迫力のフェイスオフをやって、まあ、お互いやりたいってお互いお前とやりてえんだってすぐにやりてえんだっていうのがすごい伝わってくる。クレベル選手からすれば 鈴木千尋お前がベルトを持ってることに俺は納得してないぞとそのベルトは俺のもんだって思いがあるでしょう、うんまあ、あの計量失敗さえなければあのベルトはずっと自分のもんだったって思いがあると思うで鈴木選手側からすれば、まあ、ノーコンテストとはいえあの試合はまあ実質負けですからリベンジしたいやり返したいって思いがあるってだから早くやりたいこいつでやりたいっていうのがすごい伝わってくるうんまあ最近ね 日本国内でも、USC なんかでも、まあなんか作られた茶番劇っぽいフェイスオフっていうのは結構ありますけど、なんか本当にマジでこいつとやりてんだっていうフェイスオフを、久しぶりに見たなっていう感じがして。うん、ただ、ただ、鈴木千尋選手は、あの、この後五味高則さんとの、 ボクシングマッチがあってでその後まさかのね発表された「スーパーライジン3で」でマニーパッキャオさんとのボクシングマッチがあるっていう <laughs> うんう,ん,うんっていうだから僕の頭の中にね、あのー、新しい学校のリーダーズの「大人ブルー」の曲が流れましたねクレベル対鈴木千尋。 そのうちじゃなくて今すぐがいいのっていうね <laughs>。いやー、すぐ見たいけどなー、うんって思いました。なんかああなんかさっきいろいろ言いましたよ。みくる選手と平山選手の勝った方にした方がまあこうイベントとしてはいいんじゃないか的なうん何のための試合なのかこうちょっとボケちゃう。 からやっぱりベルトに絡めた方がいいんじゃないかってクレベル選手ちょっと待ってでまあお金の問題もあるかとかいろいろ言いましたけどもうそういうのごちゃごちゃした裏の字は知らんとあとりあえず今すぐ見てって思っちゃった鈴木千尋対クレベルコイがってで僕は思っちゃいましたねうんなんかいろんな事情はあると思うけどだからもう本当にこう言っちゃあるだけど2試合ボクシングマッチあるの邪魔だなって思っちゃうじゃない僕は。<laughs> <laughs> うんまあ、いろんな、ね、事情もあるし本人がそれを納得して受けてるオファーだから別にいいと思うんですけど <laughs> まあどうなるんでしょうね、うんまあ、スーパーライジン1では、えー、メイウェザーさんとミクル選手がやってで結果的に、えー、朝倉ミクルすげえじゃんっていうところは見せれた。だけどやっぱり ダメージを負ってしまってダメージを抜くために、まあ、しばらく休養せざるを得なくなったそこからライジンには出れなく半年ぐらいあのもうちょっとかあ出れなくなってしまってまあ中にはあのメイウェザー戦のせいでミクルは打たれ弱くなってヤーマンに負けたなんていう意見もありますよねそういうことを言う方もいてまあ少なくとも明確にダメージは負ってしまった。うん あれがまた起こってしまったらっていうちょっと思いはあります、ね。そうはなってほしくないなっていうあるし。一方で去年あった「スーパーライジン2」ではまあ1週間前に急遽組まれたパトリシオ・ピットビル対鈴木千尋っていうまあはっきり言って僕,僕はですけど多くの方はわかんないですけど僕は全く期待もしていなかった。 急に入全てをかっさらっていった、うん、メインの朝倉未来対ケラモフの印象よりもあっちの印象の方が強いっていうぐらいもうす鈴木千尋が全部持ってっちゃったねっていう感じでになったようなでそれをきっかけにチャンピオンまで行っちゃったっていう、うん、そういうなんていうんですかねこう 両方があるっていうかで今回、まあ、またメインで三来る選手の試合がある中で三来る対平本蓮っていう試合がある中でまあ言ったら前座ですよね前座でパッキャオ対鈴木千尋があって全てを持ってっちゃうのかそれとも三来る選手がメイウェザーさんとやった時のようにパッキャオさんにまあ壊されるっていう言い方 ちょっと言い過ぎかもしれないですけどダメージを負ってしまうのかうーんどうなんだろう,うんだからまあ僕はそのうちじゃなくて今すぐ鈴木慎タ体育レベルを見たいって思っちゃったなっていう感じですね。で、えー、メイン、えー、堀口選手とセルジオペティス選手の試合ですね。えー始まった でえー、すぐでしょうね、ペティ選手は結構、サウスポーで構える時間が長くて、た多分カーフ対策だろうなと思いました、でまあ、オーソドックスだと、どうしても外側蹴られて足効かされちゃうんで、サウスポーにして、まあ、カーフっていう選択肢を1個を削るというかで、パンチとタックル。 だけに集中するでた多少内側は蹴られてもまあそこまですぐ足効いてこないんでっていう多分そういう対策だったんだろうなと。で時々オーソドックスに戻してオーソドックスにした時にカーフを蹴ってくるのを狙ってそこに多分カウンターを狙ってたっていう作戦なんじゃないかなっていうふうに、えー、僕には見えたんですけど。1ラウンドで、まあ 確か堀井選手がタックルって言ってそれをペティ選手が一回しっかり切れたんですよねで、えー、で2回目は何だろうなんか蹴りで転んだ時だったかなペティ選手がで上取りいってでギロチン行ったんですよねあのペティ選手がでそれをうまく潰して、まあ、トップがしっかり取れたっていう展開でで2ラウンド、まあ、さっきお話したようにペティ選手は結構ええー スイッチしてサウスポーの時間を長くしてで時々オーソドックスにするでオーソドックスにした時に多分カーフ蹴らせてそこにカウンターだったと思うんですけど2タップを選んだんですよね堀内選手は。なのでまあこの試合は徹底的にとにかくテイクダウンしてえー寝技で攻めるっていう作戦だったんだと思いますで一回リフトしてきっちりこうサイドつくような形でテイクダウンってあの形だとギロチンって決まんないんですよね。 首抱えてたんですけれど完全にサイドポジションみたいな感じになっちゃったんであれだとグロチは決まらないんでまあ、見事なテイクダウンだったんですけど、まあ、ちょっとねここがよく分かなったのはペティス選手がひたすら抱えてたんですよねあの下から立とうとするアクションもあんまりしないで抱える時間が長くてで三角とか狙ってるようだったらリストとか取りくるはずなんで。 うーんどういう意図があったのか、まあ、来陣ルールであれば、変な話、1ラウンドと2ラウンドを取られても、まあ別に3ラウンドで大きい場面を作ればいいっていうのもあるんで、とにかく堀口選手の強烈なあのパウンドを振られるっていうのだけは嫌だっていう感じだったのかな、2ラウンドに関しては。まあちょっと分からなかったですけど、まああまりにもなんかそこは固めてきたなっていう。 感じででしたねで3ラウンドに入ってやっぱりペティ選手前に出てちょっと手数増やしてきてで軽くちょっとフラッシュダウン気味になったんですよね堀内選手が、まあ、パンチもらって倒れて、まあ、自分から仰向けになってるような感じもあったんですけれどでペティ選手が上取りいったんだけどまあそこから早かったですね堀内選手がスタンドに戻すのが。うん でここがまあ判定で影響しなかったのかっていうようなのが、まあ、僕の,あの X の方にも質問で来てたんですけれど、まあ、僕もどうかなとは思ってたんですが、まあ、JMOC、OK、の,あのジャッジトレーニングに何回も出させてもらってこの話は何回も言ってたんですけどダメージっていうのはあくまでも試合に影響があったかどうか試合にどの程度影響があったかどうかを見るんだっていうことをよく言われるので。 堀口選手が倒れたかどうかっていうよりはその後に影響があったかどうかっていうそこをちゃんと見るっていう,うそれが大事だっていうだからまあ軽いパンチでパンって当たって倒れましたはいこれはダウン大きなダメージでもすぐ立ちました、うん、それを大きなダメージだって倒れたんだもんっていうふうにつけるまあボクシングなんかはそうですよね、まあ、軽くか,かろうが何しようがパンチが当たって倒れた尻餅をついたらダウン っていうのあるけれど MMA の場合はまあそこをあまり重く取るというよりは影響、うん、だから逆にダウンはしなかったけどゴチーンって強烈なフックが当たってダウンはしてないけど明らかにフラ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 してるって明らかにしかもその後動きが悪くなったって言ったらもうそれはダメージだよねっていうふうにくるでボクシングの場合はそこで倒れなかったらダウンじゃないんでまあポイントは。 あのダウンンのポイントはつかないいっていう、まあ、その辺はちょっとボクシングとあの、まあ、ボクシングというか立ち技と MMA のちょっと違いではあるかもしれないですけれど僕もあそこはその後しっかり動けてるんで多分そんなにこう判定に影響は出ないんじゃないかなと思って見てました。でスタンドに戻って、ね、残り1分か2分ぐらいでオリエル選手多分右のオーバーハンドいかなり狙ってたと思うんですよね。タックルかなり ペティス選手は嫌がってると思うんでタックル警戒させてのオーバーハンドで逆にオーバーハンドへの意識がいったらタックルみたいな多分そこの2択にするで多分カーフに対するカウンターに気づいてたんじゃないかな堀口選手はだからあんまりカーフ蹴らなかったって感じのように僕には見えたんですけどで最後のまあ終盤のところでペティス選手がちょっとこう転ぶというかあような形になって堀口選手はすぐに抑え込んで まあ、いわゆるトップキープ付けるという展開で、まあ、判定勝利、うん、っていう感じでしたね。うん、まあ中には最後の,あの堀口選手が抑え込んだ、うん、ことに対してまあちょっと、まあ、面白くはないですよね。まあ、はっきり言って面白くはないですよ、うん。面白い試合をするというよりは勝ちを勝ちに行く、うん、勝利を目指した。うん それをまあちょっとつまんないっていうような意見もあるとは思うんですけどそれもプロ、うん、っていうことなんですよね。まあ、これも X で僕ポストしましたしこの話は散々してるんですけど自分の応援してくれる自分のためにチケットを買って自分のためにペーパービューを買ってくれたファンを 悲しませなないいために勝利を目指すすっていうのはプロなんですよねだからライジンとか他の選手で堀内選手以外の試合でもそういう試合っていうのはまあありましたよね最後の最後で抑え込んでそのまま付、うん、けて勝つみたいなのをしてる選手に対してあいつつまんねえあいつの試合つまんねえっていう風に言われちゃうのはあったと思いんです、まあ割と最近でいうと萩原選手と武田選手の試合で武田選手は結構批判とかされてましたけど自分の応援してくれてる ファン、練習仲間家族を悲しませないために勝利を目指す自分のためにお金を払ってくれたファンのために勝利,勝利という結果を見せるそれもプロだし前回の堀口選手のようにブーイングを気にして立って面白い試合をしようじゃないかって言って派手に負けるそれもプロどっちもプロなんです。 で、おそらく、今回の、まあ、代々木での、まあ、多くのファン、ほとんどの人は、堀口教授の勝利を望んでたと思います。まあ、セルジオペディスファンも多少いたとは思いますけど、多くのファンは、まあ、堀口勝ってくれ。もう、そのまま、余計なことしないで、そのまま抑えといてくれっていう、前回のことがあるからっていう思いで見てた人が、まあ、多かったとは思うんうすね。まあ、ただ、じゃあ、これを、 うん、アメリカとかのファンが見てあこんなつまんねえ戦い方するやつだったら UFC 来なくていいよ堀口ってあこんなやつだったのかつまんねえな堀口ってって思われたのもまあ事実だとは思いますだからどっちもプロっていうのはありますよねだから僕はこれはずっと言ってるんですよねだから勝利を目指す 試合は面白くないかもしれないけど全力で勝利を目指してる選手もプロそれもプロの姿勢なんであまりそれをこう批判はしてほしくないし、うん、かといってじゃあ、まあ、名前だとあれかもしれないですけど西谷選手この間の試合みたいに「来いオラ!」って言われてアグレッシブに男らしく突っ込んで KO されたっていうことに対して。 まあなんですかね、まあ、プロまあある意味プロらしいって言えばプロらしいですよね盛り上げようとして結果やられちゃったっていう、うん、これをまあ技術的にあのお前もっとディフェンスのことを考えて挑発されたからって突っ込むなよっていう批判もまああるはある、うん、だからまあかといってじゃあ とにかく勝つんだとにかく勝つんだをやりすぎるとベイの藍の上みたいになっちゃうのもあるんで、まあ、これは本当にもう永遠に答えが出ない、うん、そのものなんですけれど、まあ、どっちも否定はしてほし,しくないなってどっちの姿もまあプロであるっていうことを僕は言いたいですね。でまあ技術的な部分でいうとやっぱりペティス選手の,あのサウスポーでカーフという選択を 削るっていう選択自体は、まあ良かったんだと思うんですけど、でも、まあやっぱテイクダウン取られてから、どうだったのかな、テイクダウン後の対応っていうのが、特に2ラウンドですけど、何もなかったんで、あれはちょっとどうだったんだろうなって、それかやっぱり、 準備期間的な部分で金網とロープあのコーナーポストのところに押し込まれてましたけどそこの違いに戸惑ってしまったのかうんまあちょっと、うん、まあ結果的になんかペティス選手が堀口選手に何か危険を与えたような場面っていうのはあんまりなかったですよね。 うん、回転蹴り、えー、あれが当たったらどうかみたいなのはありましたけど、まあ、前回のよぎるっていうのも含めてでも、それ以外なんかこう危ないって思うような場合はそんなになんかった、まあ、ただ緊張感めちゃくちゃありました、最後の1秒まで何かは起こるか分からないっていう緊張感めちゃくちゃあったけど、まあ、客観的に見たらそこまで危ないシーンはなかったかなっていう,うっていう感じでしたね。でまあ、そんな、ね、堀口選手、うん まあ USC いけるのかなどうなのかまあないっていうような感じで言ってますけど、まあ、このセルジオ・ペティスに負けてたらもうなかった絶対なかったと思いますもう負けてたらもう USC いけなかったんでそういった意味では USC と契約って可能性が僕はまだまだちょっとあるんじゃないかなって思いたいうんので甲斐、まあね、選手も行くし堀ウ選手も行ってほしいなっていう思いは。 ねうん、まあただねそれはそれでこうまあ最初に僕言いましたけどライジンが日本人対決をずっとやってて日本人対決が終わったら、まあ、あれは単なるぬるま湯だったっていうのを今まざまざと見せつけられてるわけですけどまあもしかしたらこっから1年間ぐらいでうん。 あの今来自に来ている外国人選手たちにもう日本人がみんなやられていく鈴木千尋選手も三来選手も平本選手もみんなやられてで海の向こうでは朝倉海選手と堀口選手が u c 契約したけど全く通用しないみたいなとんでもない地獄が待っているかもしれないしでもその逆もあるかもしれないですよね。 今来てる来人のすごい強い外国人たち、諦めない強いですよ、うん、あの選手たちは。を、三ル選手とか平本選手とか、えー、鈴木千尋選手とかがバンバン倒していって、すごいもう盛り上げてくれるかもしれないし、あの堀口選手うと甲斐選手が UFC でもしかしたらタイトルマッチとか、そんな話もあったりするかもしれないし、まあ、どうなるか分かんないですし。 まあ、今来てる強い外国人選手たちがスターになっていくっていう世界もあるかもしれないですよねプライドの時みたいなまあ結局どうなるのか分かんないっていうのがまあ面白いんですよね格闘技って感じですねえっ、ー、とバウトレビューは、まあ、堀口選手の方になるのかなうん多分この瞬間にしようかなと思うんですけどまあクレベルアーチレッタがなかなか衝撃的だったんでまあこっちも 扱うかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、まあ、あのメンバー限定の方なんですけどマカチェフポイエも今作ってる最中なんでちょっと3つは厳しいなと思ってどれかまあうーん堀口選手の試合かクレベル選手の試合はどっちかになると思いますうんなのでまあどちらにしろしばしお待ちくださいっていう感じで、えー、今日はこんな感じで終わりたいと思いますではでは。 ろうぶろう蹴っちゃったえ大丈夫なのじゃあ距離を詰め高評価チャンネル登録よろしくね